も、あったー。どうも、こんにちは、ヒョクです。レッドベルベット、リパッケージ、ベッドボーイ。おめでとうございます。僕はですね、レッドベルベットの世界観といいますか、なんかすごく引き込まれるんですよ。曲もすごくなんか中毒性も高いですし、多分ですけど、もうガールズグループの中で、ミュージックビデオに最もこう力を入れて、なおかつ意味深をすごくたくさん取り入れるのが多分レッドベルベットの、ミュージックビデオのプロデューサーだと思うんですよ。ミュージックビデオだけでも中身がすごいんですよ。なんかね、怖いっていうか切ないっていうか、意味が分かってからミュージックビデオ見たら、あーってこうなんか感慨深いものがありましたね。今回のミュージックビデオの基本的な設定はおそらくレッドベルベット彼女たち自身なんですよ。あ、ちなみにミュージックビデオの解説というのはもう人それぞれ多分思うものあると思うんでね、僕が思うのはこういうことですっていうのだけこうご理解ください。別にこれがすごい全部正しいってわけではないのでね。コンセプトをまず軽く説明しますと、多分一番大きくコンセプトで今回関わってるのはベッドが2つあることなんですよ。ベッドって言ったら基本寝るところ、人がすごく心休まるところですよね。自分が一番こうゆっくりできるスペース。そのベッドが2箇所出てきますよね。普通の部屋のところと、あとこう周りがね氷の山でできてるこう、まあ、氷山みたいなところにベッドが置いてあるんですよ。で、皆さんここで一つ考えてみてください。なんで氷山にベッドがあるのか。氷山っていうことはものすごい寒いし、人がもしそこに行くとしたら気が抜けないですよね。もう常に気を張ってないといけない。で、そこになぜ最も人が休めるはずのベッドがあるのか。つまりこれは休まる場所などないということを意味しています。これがまず一つのコンセプト。で、もう一つあるんです。ミュージックビデオの冒頭に、こうやって本を持ってると思うんですけど、唇のね、マークがある本で、そこに本のタイトルが書いてあるんですけれども、これがどうやらフランス語らしくて、これは唇ではないって書いてあるんです。なのでこれをねもっと砕けた形にしましょう。唇があるのに唇でない、そうとは限らないってこと、つまり真実ではない。書いてあることや話していることが必ずしも真実ではないということを表しています。もっと砕けた言い方をすると噂のことです。噂とか間違った情報など、この2つを踏まえた上でね、ミュージックビデオを見ていただくと、始まりはですね、気が休まらないアイドルである彼女たちがベッドで寝ていて、氷山にあるベッドでイメージをそれを表しているんです。そんな風にね、こう自分たちのプライバシーがない状態だからこそ、ミュージックビデオで何度もタイプレコーダーでこう打っているシーンがあるんですけども、そういうので意思疎通を取っていると。そしてですね、スルギーがキャリーケースを持ってベッドの方に向かって歩いていきます。キャリーケースのイメージは自分の私物がたくさん入っていますよね、まあ、つまりこれはプライバシーの塊なわけです。これを絶対見られたくないから常に持ち歩いていたり、もしくはベッドのすぐ横に常にあります。ですがもちろんベッドとはいえ氷山の中にあるベッドなんです。だから誰かに見られるかもしれないということで、スルギーが銃を向けます。でももちろん相手はいません。なぜなら噂話や間違った情報だからです。これは噂や目に見えない相手に対しての威嚇行為だと思うんですね。銃を向けて威嚇をするぐらいってことは相当怒りの感情が出てると思うんですよ。だからミュージックビデオでみんながこういろんな工具を持って歩いてるシーンがあったりとか、あとはカメラを燃やしてみんなでこうやって煽っているシーンとか、あとは隠しカメラをこうやって壊しているシーンとか、彼女たち自身なりの対策ややり返しをしています。で、そのやり返しをしている様子をですね、多分ミュージックビデオの最初の方から見ていただくと、最初は全体的に赤っぽいんですよ、こう表現が。でもそれが終わりの方に近づくとだん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 こう青っぽくなって、最後は氷山のところで踊っているシーンも真っ青な青空なんですね。真っ青な青空、真っ青青青、もういいや。彼女たちなりに、まあ、やり返しをして、ちょっとはスッキリした感情を表しているのかなと僕は思いました。ですがこれが恐ろしいんですよ。最後、ミュージックビデオの最後、ベッドでまた休んでいる彼女たちですが、真上からカメラが映していますよね。目をギロッとこう見開いて睨みつけるわけです。これが何を表しているかというと、これだけあれこれやっても休まる場所は未だにないということを表しています。なんとも怖いというか恐ろしいというか、まあ、切ないというかね、アイドルがゆえのこう
安息地はない的なね。まあなんともね、あれだけこんだけやっても結局は逃れられないと、カメラや誰かの視線からは。怖いですよね。意味が深いよね、本当レッドレベルのミュージックビデオは。全然打って変わっても彼女たち本人たちのこうストーリーでしたね、というのがまあ僕なりの見解ですね。はい、なんかそうですね、まあいろんな意見はあると思うんですけども、なんか歌詞もね、こうよくよく聞いてみると男性に対するこう歌詞なのかなとも思えるんですが、こうふとしたところのね B メロとかこう聞いてみると、なんか彼女たち自身のことなのかなとも思えるような歌詞だったので、まあいろんなね捉え方もできるとは思うんですけれども、僕はそんな風に感じましたね。ということでこれにて終わりです。韓国講座やる時間なかった。以上、ヒョクでした。じゃあね。